ロシアは自国領内で核兵器を使うのではないか。ワグネル創設者が懸念。核使用失敗の可能性も示唆。米報道。タス通信によると、ロシアのプーチン大統領は、ベラルーシのルカシェンコ大統領と会談。ロシアが保有する戦術核兵器のベラルーシ領内への配備について、予定通りに進んでいる。7月7日から8日には準備が完了し、配備作業が開始されると述べた。 ロシアが核兵器を使用する可能性についてはかねて危惧されてきたロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者プリコジン氏もロシアが核兵器を使用することを懸念していると6月6日付米紙ニューヨーク・ポストが報じているもっとも同志はロシアが自国領内で核兵器を使用する可能性があると懸念しているようだロシアが自国領内で核を使うプリコジン氏はロシア政府寄りのテレグラムニュース ドンバスナウのインタビューでウクライナとの国境を接しているロシア領のベルゴロド地域での戦闘についてロシアが自国領内で小さな核爆弾を投げるという卑劣な考えを思いつくのではないかと懸念していると述べたというのだ小さな核爆弾というのは戦術核兵器のことだと思われるベルゴロド近くの国境ではウクライナ軍と共に戦ってきたウクライナを支援するロシア人のパルチザングループが攻撃を開始し をを破壊、多くくのロシア人が避難を余儀なくされた。プリコジン氏はこの状況について「だから我々ロシア人がベルゴロド地域から後退しウクライナ兵が前進しているわけだろ」と言いロシア軍が自国領内で核爆弾を使う可能性について「なぜなら他国の領土に向かって核爆弾を投げるのは怖いが自国領の町で投げて皆にものすごさを誇示することはできるからね」と ウクライナ軍がロシアとの国境にあるロシア領の村に駐留した場合ロシア軍がそこにいるウクライナ軍に対して戦術核兵器をぶっ放すシナリオについて言及したというロシアによる核使用は失敗する可能性もしかしプリコジン氏はロシアが自国領で戦術核兵器を使ったところでそれが走行するかについては疑問を持っているようだロシア国防省の軍装備品のメンテナンスのやり方を考えると 核兵器が適切に機能するかどうかさえ大きな疑問だと述べ核使用が失敗する可能性も示唆したという先日同氏は武器や弾薬がワグネルの戦闘部隊のもとに届かないために多くの兵士が亡くなっている状況についてロシア兵の遺体を映し出す動画を投稿してロシア国防省に怒りをぶちまけたが 軍装備品のメンテナンスがうまくできていないロシア国防省は、戦術核兵器のメンテナンスもきちんとできていないのではないかと疑問を感じているようだ。ロシア軍の兵器については、プーチン大統領が9日、現代的な兵器が足りないと、高精度のミサイルや新しい戦車などが不足していることを認める発言をしたとタス通信が伝えている。しかし、戦術核兵器では、ロシアの保有数は約2000発で、 他のどの国よりも多いとアメリカは推定しているダム決壊はロシアにとって不利また6日に起きたカホフカダムの決壊については米戦争研究所はロシアの防衛体制に不利に働くとの見方も示しているダムの決壊により水はドニプロ川に流れてたが洪水は主にヘルソンを奪還したウクライナ軍が駐留する西側ではなくロシア軍が占領している東岸で発生し ウクライナ軍の攻撃を防御するために使おうとしていた要塞が被害を受けたと同研究所は分析これによりロシア軍は撤退を余儀なくされ地雷原を含む軍装備品も失われたというのだまたロシア軍は洪水が起きたエリアから5から15キロの位置に再配置されたことからドニプロ川の西側にいるウクライナ軍への射程範囲の外に出てしまったというしかしその一方でダムの破壊は ロシア軍にベネフィットを与えるるといいう指摘もされているウクライナ軍がドニプロ川を渡って前進するのが困難になったからだというプーチン大統領はウクライナの反転攻勢が始まったとの見方も示しウクライナのゼレンスキー大統領も反転攻勢を認めたが西側諸国の強力な兵器を供与されたウクライナによる反転攻勢が開始された今戦況は重要な要塞が洪水による被害を受け 現代的な兵器も不足しているロシア軍にとって厳しい方向へと進んでいるようだそんな中ロシアが戦術核兵器を使用する可能性があるというプリコジン氏の懸念は果たして懸念のままで終わるのかダム決壊で逃げ場がないロシア占領地のウクライナ住民に聞きウクライナ南部ヘルソン州のカホフカ水力発電所で起きたダム決壊による洪水で ドニエプル川東南側のロシア占領地の住民に危機が迫っている。ロシアが救助活動や食料提供を十分行っていない可能性がある上、避難を口実に住民がロシア国内に移送される恐れが出ている。安全な飲用水少なく停電も。ロシア人は屋根で助けを待つ人を救助せず、水や食料もろくに渡していない。州都ヘルソン市でボランティアを行う NGO 職員。 サナ・奥ポモヒー氏59同志在住はロシア占領地の住民から得たという情報を明かした病院も収容能力の限界が近いというドニエプル川周辺では水位が5メートル超となった場所もあり安全な飲用水が少なく停電なども発生している救助が難航しているのはウクライナ統治下の地域でも同じだしかしロシア占領地ではロシアのパスポート旅券がなければ町を離れることが許されない ロシア側が街を封鎖し救助用ボートを撤去したとの情報もありポモヒー氏は逃げ場がない状態だと現地の友人を心配するロ軍避難中も攻撃ボランティアを装った私服のウクライナ軍人がロシア占領地の一部住民を退避させたというがロ軍は避難中も関係なく攻撃し複数人が負傷したと同時赤十字など国際組織も動けないという。 ロシアが占領する地域で9人の死亡が確認されたオレシキ市のリシチョク市長は地元メディアに市内は90%水没した完全に水没した自治体もあると被害が広がる恐れを示唆水位が低下する中遺体が水面に浮上しているとの情報も寄せられているというウクライナのゼレンスキー大統領は9日に発表した声明で避難中も攻撃を加えるロシアに対し 世界中のどのテロリストもやったことがない悪行だと非難占領者たちは完全に人々を見捨てた地球上で最大の被害であり野蛮人だと非難した住民をロシア国内へ移送も国連のブラウン人道調整官は8日ウクライナのクレバ外相との会談で支援要員をロシア占領地に派遣する考えを示したただロシア側から安全の保障は確約されていないとも述べ 困難な状況を示唆した。一方、ロシアメディアによると、ロシア非常事態省の幹部は8日、占領地の避難所が収容所の上限を超えれば、被災住民を別の地域に移動させる可能性に言及。避難を名目に住民らがロシア国内に移送される恐れも出てきた。ヘルソン州でロシアが一方的に任命した州知事代理は10日、交流サイト SNS にこれまでに約6000人が避難したと公表。 すでに一部が州外へ移送された可能性もあるウクライナ大規模反攻開始ロシアは失敗主張東南部で激しい攻防ウクライナは10日までにロシア軍が占領する東南部の奪還に向け大規模な反転攻勢を開始した両国の大統領がそれぞれ明らかにした作戦の詳細は明らかにされていないが侵攻を続けるロシアとウクライナの戦闘は新たな局面に入った ロシアのプーチン大統領は9日、同国南部措置でウクライナ軍の攻撃が始まったと断言できると表明ウクライナ軍はいずれにおいても目的を達成できていないとも述べ犯行が成功していないとの認識を示したこれに対しウクライナのゼレンスキー大統領は10日首都キーウ、キエフを訪問したカナダのトルドー首相との共同記者会見で反転攻勢と防衛行動が行われていると明言。 作戦の進行状況は明かさなかったもののウクライナ軍の将官らは誰もが明るいムードだとプーチンに伝えてくれと語った前線では激しい攻防が続いている模様だゼレンスキー氏は東南部で戦う兵士らに陣地を守り前進したことに感謝するとする動画を投稿ウクライナ軍参謀本部は東部バフムト周辺でロシア軍を撃退し甚大な打撃を与え続けていると主張した 一方、ロシア国防省は10日、ウクライナ軍が過去24時間に東部ドネツク、南部ザボロジエの領収で攻撃を試みたが、不守備に終わったと指摘した。ついに最大の局面が訪れた。西側の支援を受け、再編成されたウクライナ軍と、防衛線を張り巡らして陣地を固めたロシア軍のガチンコ勝負が始まった。1ヶ月後には戦局が大きく変わるだろう。 不気味なのはベラルーシュ軍だけどルカシェンコが危篤という情報もあり動けない可能性が高い。